こんにちは。寺田稔総務大臣。広島地元の私から見ると、この人は悪党でございます。まあね、すごい悪い噂がいっぱいあって、地元で鼻つまみ者んなんですよね。うん、広島ではね。で、私もなんでなのかよく分かんなかったんですけど、今回ね、動画概要欄に、その大きな原因の2つがありますね。 ま、それはですね、まあ、私文書の偽造と言いますか、あの、お亡くなりになった方の印鑑を勝手に使って、なんか反抗してたりとかね、する人なんですよ。寺田稔総務大臣っていう人は。えー、それからね、あの、講演会の代表に勝手に人の名前を使って据えてるんですよね。で、言い訳も二足三文なことばっかり言わないんですよね。で、こういう人はね、なんか、仲良しなのかどうかわかんないけども、うーん、なんかこう、 岸田総理もね。なんで野放しにしてんのかなと、うん、本当仲良し、大会にも程があるわと思いますね。うん、岸田総理ももう広島の土踏めないんじゃないかなと思いますよね。うん、私も,もう岸田さんとか総理になって欲しくなかった。今はね。うん、まあ、総理にね。着くまではね。あのくそ真面目な性格なんで。しっかりやってもらえるのかなと思ったんですけども。あの国民に害のあることしかやんないですね。 うん、なんかいいことは一個もなかったと。うんまあ、その手下も、なんかね、小悪党っていうかね、寺田みのは本当にね、総務大臣とか言って言うわけ恥ずかしくもなくやれるなと思いますよね。うん、あの、これ、寺田みさん個人に言ってるわけじゃないですよ。総務大臣とか、その役職についてですよ、これも。その器じゃないっていうね。悪党がだから、その、権力を持つとね、 単なる制度化された奴隷になる、奴隷じゃない、制度化された盗賊になるんですよ。そこがもうね、うん、まあ、脅しがたいなと思いますね。まあ、動画概要欄に、あの、ホームテレビが取材した <laughs>、地元のね、真実がありますんで、ご覧ください。寺田稔。<laughs> 見てるか本当に。<laughs> しょうもない人ですよ、この人は。